皆さんおはようこんにちは、すこみコートです。今日はね、最近流行ってるあれをやってみたいと思う。なんだっけ、あの恋愛運転免許証、運転じゃない恋愛免許証。本当にちょっとなんだかわからんけど、まあとりあえずやってみようかな。なんかこの恋愛免許証よく当たるってみんな言ってたんだから、ゴードもやってみたいと思いますなんかこれやって自分どんな人が好きなのかとか、なんか自分との誰が相性いいのかわかるかな。わからんから。もうアラサーになって最近の若者のやってることは本当にわからんな。でもやってみよう。よし、これかな。あなたの恋愛は今日からをこれ読めない。何々付き恋愛免許証、よく当たる無料の診断や占いが集結、恋愛と性格を考えるハニー法、教えるハニー法。そうそう、これ出てくるよね、免許証みたいなやるか。見栄などを排除し、素直な心で率直かつ直感的な回答を心がけてください。あなたの名前直感的に自分の名前を書くね。ゴーダー、次の質問、あなたの好みについて当てはまるものをすべて選んでください。賢くてしっかりした人は割と好きだ。うん、賢くてしっかりした人はどっちかというと好きではない。しっかりした人は好きじゃないってどういうこと？違う、賢い人は好きじゃないって、うん、まあいい純粋で明らかな人は割と好き。明らかって読むんだっけ、明らか、まあ、純粋な人が好き。純粋で明らかな人はどちらかというと好みではない。手がかかる人、世話が焼ける人はまあ嫌いではない。嫌いではない。手がかかる人、世話焼ける人は好きになれない正直恋愛において甘えたい、弱りたいという気持ちがかなりあるかなりあるんだ。いや、甘えたいという気持ちはそこまでない気骨のある人、野心のある人をイメージした場合、自分とはそれが合わないだろうなと思う。わからん。あなたの恋愛や日々の生活について当てはまるものをすべて選んでください。今まで恋愛や人生でもう疲れたっていう気持ちがだいぶある。いや、俺はない。好きになる人が世の中にかなり少ないと感じる。気になれる。これ恋愛の話よね。これ友人とかそういう話じゃなくて、好きになれる人が世の中にかなり少ないと感じる。そうかも。優しくない人、人の気持ちがわからない人ばっかりで恋愛が嫌になることが常々ある。いや、別にない。正直、世間が許すなら、また絶対にバレないなら、浮気はたくさんしたい。浮気たくさん したいのならさ、最初から人と付き合わんければいいんじゃない。なあ、わけわからん。性感が許しても絶対にバレないとしても浮気したいとは思わない。好きな人は一人でいい。うん、結局なんだかんだルックスのいい人しか好きになれない。最低限でいい悪い人は思えない結局なんだかんだでルックスのいい人しか好きになれないのか。そうでもないけど、人さ、好きになるとその人どんどん綺麗に見えてくる、可愛く見えてくるわけじゃん。でも俺の彼女モデルだからね。彼女はモデルだから、これクリックしざるを得ないな。正直恋愛対象になる前にいろいろな異性をくだらないバカっぽいと感じてしまう。くだらないとかバカっぽいって感じてしま
やる一斉じゃなくて人間自体はあのバカっぽいって感じるんだけど、まあクリックするか。もっともっといろいもっともっといろんな人を見てみたい気持ちが強い。これ恋愛の話？いや、そこまでないな。どちらかというと落ち着いたり安定したいという気持ちが強い。ちょっとある。これまでの自分を振り返って当てはまるものをすべて選んでください。小中学生の頃、あまり活発に友達と遊ぶ方ではなかったと思う。小中学生の頃、発言力があったり何かを目立つ方だと思う。かも。活発で発言力のある女子を想像すると割と嫌いだなと思う。そうでもない。活発で発言力がある女子が嫌いっていうのはちょっと同化してる。これまでの学生生活を振り返ると仲のいいよく遊ぶ男女数人のグループが自然に形成され、そこに入ってるのが多かったと思う。いや、そうでもない俺。なんか俺そんなにグループに入ってたって感じじゃなかった。ファッションに興味がある人、そういった意識の高い人が自分の周りには多いと感じる。そうでもない。部活、バイト、仕事などで割と積極的に自ら働くなどして頑張る方だと思う。あれ、頑張る方。正直、おしゃれな空間が苦手だ。そわそわしたり、いてはいけない感じがする。よくある。あなたの感じ方や特徴について当てはまるものをすべて選んでください。不安や優しさで眠れない夜が割とよくある。そこまでない。人間関係でずっと悩んでる気がする。おお、そこまでじゃない。いろいろな問題はあれど、自分はすごく恵まれた人だと感じる。うん、めっちゃそう思う。やりたいことが多すぎて、日々時間が足りないと感じる。それある。できることなら長生きしたいと思っている。そう。友人や同僚など、複数人で集まったとき、あんまり積極的に発言しない方だ。積極的に発言しなくはない。誰かの何気のない発言に、いそかつにショックを受けることが常々ある。昔はあったけど、今は そんなにない。もうアラサーで。これなんか年でめっちゃ変わりそうやね、答え。ネットでの知らない人の行動、言動によく気づけられる。あの、俺、YouTuber でさ、ドラムのチャンネルもさ、コメント欄でめっちゃ すごくひどいこと言われてたりするんだけど、うん、どうでもいい。人生、辛いこともいろいろあるが、楽しいことや嬉しいことの方が多いとは思う。うん、そう。きついジョーク、いじり、軽口が飛び交う場でかなり傷を負うだ。どんだけ潜在の人やん。あなたの恋愛や異性の関係について当てはまるものをすべて選んでください。異性からのアプローチ、来たにうんざりしたり、恋愛対象として見ないでほしいと感じたことが何度ある。あ、人によるたまにちょっとうんざりっていうのは昔あったけど、嬉しい、なんか、あ、恋愛としてはなんか興味はないけどアプローチされて嬉しい時もあるから。え、じゃあどうすればいい。これ異性からのアプローチにうんざりしたり、恋愛対象として見ないでほしいと感じたことが何度かある。まあ何度かはある。
割と誰からで会っても、もし自分が好かれたらそこそこ嬉しい。ああ、俺それじゃないね。俺今までラブラブ状態、バカップル状態になったことが一度もない。なんかどこまでラブラブなのかなっていうかちょっとわからない。なんかどこまでラブラブ、なんか普通に楽しく付き合ってたらあるけど、なんか大好きな、私の方が大好きです、いや私の方が愛してるんだよとか、そういうのはなかった。あのやったとしたら、あの上、おーおー、自信、あのやったとしたら冗談で言ってるかもしれない。なんかふざけてやったかも。でもね、本気で そんなバカップルみたいにはなってないと思う。自信のありなしは別として、とりあえず見た目はよく褒められる、うん、よく褒められるよ。足ガリガリとかゴキブリみたいな足とか、告白されたりはっきりとしたアプローチを受けたことは今まで何度もある。何度もはないよね。これ女性の方が多いんじゃない？何度もっていうまではない。誰かに恋愛対象にされた記憶がない。誰かに恋愛対象された記憶がない。かわいそう。てか、年にか、あの回答めっちゃ変わるやん。なんか、ゴールみたいなアラサーとか、なんか中学生とかさ、めっちゃ変わる。知らない人から、いつの間に片思いされていたことが何度かある。ちょっとある。バレンタインデーは自分に関係のないイベントだと感じる。そう。あなたの得意なことなどについて当てはまるものをすべて選んでください。口喧嘩はまあまあ強い方ではないかと思う。そう。日本語でも言い返してやるからさ。噛み噛みながら。小中学生の頃かなり勉強ができる方ではあった。セカの上位1割に入る。そこまでじゃない。小中学生の頃、スポーツは割と得意方だった。まあ、ガリガリだったからね。あの上陸はうまかった。なぜ冬の東京は晴れの日が多いのか説明せようと言われたら、おおよそは説明できる。なぜ冬の東京は晴れの日が多いのか説明せようと言われたら、おおよそは説明できる。これ得意なことで、雑学がうまいってこと？それか説得力がある？それか頭の回転が速くて、なんか知らん質問聞かれてもなんか適当な答え考えられる？なぜ晴れの日が多い？おおよそは説明できる。じゃあ今説明するか。なぜ冬の東京が晴れる？あれはね、あの梅雨が来る前だから。それか気圧の問題かな。でも東京より周りが寒いから、周りが寒かったら、あの空気は東京の方が暖かいから、空気があっちに行って、それで雲が持ってかれていくんじゃない。もうこれで何とか説明できたかも分からんけど、全然間違ってるかも。テレビゲームやボードゲームなどはルールや創作を覚える段階で割と嫌になる苦手だ。いや全然そういうのが好きで、一旦みんなで記憶失神になって、おお、何これ、同時にオセロ。どういう状況？みんな集まって記憶失って、よし記憶失ってからオセロやるぜみたいな。よし、やっぱり記憶全部失った時はやっぱオセロだな。同時にオセロを勉強し始めたら、そこそこみんなより強くなれると思う。うん、
自信はある。頭がいいというより負けず嫌いから頑張るだけ。試験勉強をやるとして具体的に何をやるべきかの方針イメからして、自信がない、どうしていいかいまいちわからない。いや、そうでもない。これどこまである？めっちゃ続くこれあなたの得意なことなどにして当てはまるものをすべて選んでください。多少不利なことでもうまいこと言って丸め込むのが割と得意だと思う。うまいこと言って丸め込む。でも正直に話すのも好きだから、場合によるやな。これ場合による。朝礼、朝礼、なんて読むんだっけ、朝の礼などみんなの前で話すというのはさほど苦手ではない。普通にはできる、うん、一斉と二人で出かける、うー、一斉と二人食事をするなどにこれと言って抵抗はない。普段と変わらない振る舞いをする。うん、そう。異性が4人いる中に1人で入って食事で行くとしてもさほど抵抗はない。普段と変わらない振る舞いする。そう、まあテンションは上がるけど、ちょっとテンションは上がる新しい学校や職場で近くにいる人と割とすぐ親しくなる。これも人によるやな。人による。遊びに誘われて出向いた場所で知らない人、友達の友達などが飛び入り参加していたら少し嫌な気持ちになる。いや、そうでもない。いろいろな人の意見などを見ていると自分の意見がよくわからなくなることが多い。いや、そうでもない。むしろ人の意見にあまり影響を受けなかったりどうでもいいと感じる方だと思うかもしれない。ごめん。あなたの振る舞いや傾向について当てはまるものをすべて選んでください。写真を撮られるときリラックスできず硬くなる方だと思う。いや、あの YouTuber なんでちょっと慣れてるありがとう、嬉しいなどのシンプルな気持ちをあんまり口に出さない方だと思う。あ、そうです。幼稚園児5人と2時間遊んで仲良くなれと言われたら、まあ割とできるのではない、割とできるのではと思う。全然余裕。いろいろな理由はあれど、なんだかんだで年に3回かそれ以上はなく、いや週1回ぐらい泣くんだからな子供の映画見るだけで泣くからね。もう自分の頭の中の妄想とか何か想像して泣いちゃうこともあるから、うん、泣き虫らしいもので、人前でダンスをやることに決まったと言われたら すごく嫌な気持ちになる。その前でダンスはしたくないな。いや、まあ動画でダンスしとったんだけど、あのふざけてダンスするならいいけど、なんか本気で本当のかっこいいダンスなんかやってみるとかだったら嫌だ。待ち合わせや電車の発車時刻などに遅刻しないようかなり時間に余裕を持って行動する方だ。うん、そう、飛行機とかも結構そう。人におごってもらいたい、プレゼントしてもらいたい、そうされると嬉しいという気持ちがあんまりない。あんまりないな。旅行をする前にはあんまり準備や調べ物をせず、割と行き先あたりばったりで行動すると。頼まれ事をしたら適当はできず、かなりひよったりやりすぎなぐらいに取り込む方だ。あ、まあやると言ったらね、やらなくてはいけないことがあって考えすぎて寝れなくなるということが時々ある。時々はあるけど、まあ、あなたの感じ方や価値観について当てはまるものをすべて選んでください。
意味のないことをダラダラと話す時間が割と好き。意味のないことって何？なんかそのダラダラと話すのが好きだったらさ、意味があるじゃん。まあ、わからん。メールやメッセージであんまり無意味なやり取りをしたくない方と自分で思う。うん。必要以上にはあんまりしない。カップルで今日何があったかなどをわざわざ送るのはバカらしいと感じる。いや、そうでもない。普通に今日何をやったって知りたいわけや。カップルだったらさ。彼女彼氏ができたらどうでもいいこともたくさんやり取りしたり話したりしたい。自分はそういうタイプだと思う。うん、まあまあ。どうでもいいことでさ、まあ、いいけど、なんかそんなに話したりしとったらどうでもいいことじゃなくない？担任、違う人から見たらどうでもいいことなんだけど、SNS にせよ、メッセージアプリにせよ、割とこれ読めない。何々に誰かとつながっていたい方だと自分で思う。そうでもない。うわ、長いね。結構あるな。あなたの感じ方や価値観について当てはまるものをすべて選んでください。例えば悩んでる友人を見たら自分も少し落ち込んだり心配になる。心配になるけど落ち込むほどはないな俺。例えば友人が風邪をひいて苦しそうでも深刻な病気でもない限り特に何も感じない。そうかも俺。だって私が風邪とかひいたら周り気にしないでほしい。もうなんか周りまでなんか落ち込むほどとかなんかかわいそうと思ってくれるほどじゃないじゃん。風邪ならさ、もう自分で対処できる。自分でなんとかできるから、周りが気にするまでもない。なんか、周りが気にして、風邪が早く治るわけじゃないし。スマホを見ながら歩いてる人が重大な事故にあっても、全く同情できない。むしろ迷惑だとすら思う。いや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 。まあ、歩きながらスマホとかは良くないし、事故の原因になったら、あいつが悪いと思うけど、やっぱりさ、誰でも事故に遭ってほしくないわけや。同情はできる。誰でもバカだから。誰でもバカなことするし、スマホ中毒っていうのは、本当の病気だからね。事故に遭いたくてスマホしながら歩いてるわけじゃないからね。スマホ中毒でなんかそっちが気になって思わずやってるわけじゃん、みんな。同情はできる。人身地震事故で電車が動かない時には本当迷惑だなと言ってる人を見ると冷たさを感じてしまう。ちょっと怖す。でも俺も迷惑だって言いそうかもね。虐待などニュースを見るといくらかは気持ちが沈む。そうでもない。もうそういうテレビのニュースとかに出てくる虐待とか暴力とかそういうのいちいち落ち込んでたらもう生きていけないから。正直深刻なニュースなどを見ても自分がどうこう感じるということはない。影響されない。そう、話を聞いてほしいという人の意味がよくわからない。聞いて何が変わるのかと思う。いや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 、話聞いてほしいという気持ちは全然わかる。植物や園芸に割と興味がある。そこまでないな。街並みがあんまり変わってほしくない。あんまり発展などしてほしくない
と思う方だ。いや、全いいんだよ。全然変わっていいんだから。お大晦日いや、正月などはマンネリ気味に毎年同じように落ち着いて過ごしたいと思う。そうでもない。歴史を学んで昔の人の気持ちなどを想像しロマンを感じる方だと思う。あ、めっちゃ好きそれ。あのしかもなんかしかもなんかスター・ウォーズの世界に生きる人たちの気持ちをなんかめっちゃ想像してなんか自分の周りの人たちとか友達の気持ちより俺スター・ウォーズに出てくる人物とか歴史の昔の人たちの気持ちの方を考えてるかも。お、終わったな。結果へ来るぞ来るぞ。ゴードの恋愛免許証来た来た。ゴード束縛、あ、好きのは束縛しない人、控えな人、ほっとけない人。嫌いのは無責任、頭が悪い人が嫌い。いや嫌いって言ってないからね。あ、生意気な女、生意気な女は好き。嫌いではない。よく喋る女は好き。ギャルは苦手かも。頭悪い人は嫌いじゃない。生意気な女は好き。よく喋る女も好き。ギャルは苦手なんだけど。男ドア3、女ドア3。おお。愛情は3。おお、まあまあ、いける。純粋じゃないな、俺。純粋は2つ。余裕は5つ。モテは5つ。いいじゃん。認定された特徴。素直。頼りがい。思いやる心。詰めやすい。欠点少ない。束縛される。強い責任。楽味的。おごりま。愛され。喧嘩別れ。喧嘩別れ？どういうこと？喧嘩して別れるってこと？彼女と。植物で例えると桜。植物で例えると俺は桜。4月に散っていくってこと？髪の毛のこと？え？ 4 月？もうすぐ4月だわ。え？ 4 月に俺の髪の毛がなくなる？お、心に影のない。マットで幸せな人。好き嫌い。あ、まあ出てたね。おお、こんな感じか。坊さんがモテやすい理由は見た目だけではなく、芯が強くて頼りがいがあったり、能力も含めて強い説得力や影響力を持っていることです。合ってるんじゃないか、合ってるんじゃないか。恋愛総合力5つ。どういうこと？メンクライド、メンクライドって何？相手にすぐ幻滅するの。3、性格の可愛さ。4、頑固さ。3、相手を守る強さと優さ。5つ。めっちゃいい人やん俺、めっちゃいい人。って思うけど、なんかこれさ、これめっちゃ当たるってみんな言ってるんだけど、これさ、まずそんなに質問あるから、あの当たるというより、みんな質問答えてるときに、自分、理想の自分を想像して答えてるんだから。だから理想な自分を想像して全部答えると、最後に出てくるのは、あの、理想のな自分じゃん。だから、それは自分だってみんな信じたいから、おお、めっちゃ当たった、私これかもみたいな感じ、みたいな結果になるから。しかもこういうさ、もう質問が結構難しい質問あったけど、質問でなんか自分が分かってくる。最後にこの出てくる恋愛免許証というより、なんか質問答えてる途中でちょっと自分が見えた気がする。あの、そんだけ質問答えたら当たるじゃん。ね。なんか質問でなんか
寂しくなる人かどうかの質問があって、それよく寂しくなる人ですって答えて、最後にあなたは寂しくなりやすいって出てきた、ああ当たった、なんでわかるとかになるのか。もうこういう質問で答えてるからね、こういうの当たるのは当然だ。でもまあ俺当たってないけど、まあわからんわからん。これはゴードの恋愛免許証でした。でも楽しかった楽しかった。いろいろ考えさせてくれる質問があったんだけど、やっぱり質問読んでもっと状況が知りたいよね。なんかその大雑把なやり方で質問答えるのがちょっと苦手。なんか友達とどんな感じなのって聞かれてさ、いやどっちの友達って聞きたいわけやん。友達でもなんか違う人たくさんいるから場合によるよね。まあ今日はこの動画で、みんなまたね。